ですね、眉毛とひげの整え方をご紹介していきたいと思います。バリカンのみで OK です。はい、ではまず状態ですね。状態、ほらほら、確認していきたいと思います。はい、こんな感じ、結構伸びてますね。ほら、眉毛も結構ボサボサしてるね。で、ヒゲも結構ほら伸びてる、こういうとことかで、こういうとこも結構ヒゲヒゲね、こんな感じです。ほら、こうやってヒゲ、はい、眉毛もこんな感じ、こっちもこんな感じ、はい、ヒゲ白髪とかね出てます。はい、こんな状態からバリカンのみです。はい、で今回は 0.8 ミリです。はい、ここは人によって違いますので、あの、僕は 0.8 ミリで買っていきます。はい、で上下左右にガンガン刈るだけです。はい、でさらには毛流れに逆らう、はい、ちょっと肌を引っ張って毛流れに逆らうとかすると非常に綺麗に刈れちゃいます。はい、ですのでまずは基本の上下左右にガンガン刈っていきます。はい、いきます。はい、この状態から上下、はい、こうやって上下、うん、こうやってね、上下、ほらこう、はい、上下、こうやって上下、はい、ガンガン枯れてます。はい、で首周りやこうもみあげですね、刈り残しが多いです。この辺は刈り残しが多くなる。はい、こんな感じ。はい、で眉毛もいっちゃいます。はい、ガンガンいきます。上下です。まずは上下、こうやってほら上下、はい、刈りました。こんな感じ、上下にまずは全体ガンガン刈ります。はい、まずは上下に刈れました。はい、で今度は左右、左右、左右、はい、いきます。こんな感じが横です。今度は、はい、上下左右にガンガン刈る、ほら、はい、今度は横、はい、横です。はい、こういうとこも横、ほら、横、剃り残し多いです。横、はい、こんな感じで、はい、がっつり枯れました。はい、いかがでしょうか。はい、やっぱ左右見比べるとだいぶ違いますね、ほら、うん、では反対もこの調子でいっちゃいます。まずは上下、ほら、ガー、上下ガー、うん、ガー、はい、ヒゲ、首周りは刈り残しが多い、もみあげも刈り残しが多い、はい、まずは上下、うん、はい、まずは上下、はい、眉毛も上下、こんな感じ、ほら、はい、基本は上下です。はい、次に左右行ってみます。左右、左右もこれ基本左右です、うん、こうやってこれどこか刈り残し多い、でこう眉毛も左右、上下左右、こうやって上下左右、うん、である程度枯れたらね、上下左右枯れました。はい、そしたらちょっと引っ張って気になるところをこう重点的に毛流れに逆らいながら刈る、うん、はい、こんな感じ、こうちょっと気になるところを引っ張って上下左右、強いては毛流れに逆らう、うん、こんな感じ、うん、
で眉毛とかもこう引っ張って毛流れにこう逆らう、ほら上下左右に刈った後にこう丁寧にほらこんな感じ、よし、はい、逆も一緒です。引っ張ってこう刈る、引っ張って刈る、毛流れに逆らう、引っ張って毛流れに逆らう、こうだ、これこれほれほれ、こんな感じ、うん、そうするとかなり刈り残しなく綺麗に刈れますんで、はいはい、ちょっとこうやって引っ張ってあげるとよりいいです。はい、いかがでしょうか、うん、ほら、はい、枯れました。こんな感じで。上下、左右。はい。あと、刈り残しがありそうなところは、もみあげや首周りですね。刈り残し多い。あとは、眉毛とかも丁寧に、こう、ちょっと逆らいながら、引っ張りながら、こう、毛流れに逆らい、上下、左右。はい、こうやって。そうすると刈り残しなく綺麗に刈れます。ほら、こんな感じ。ほら、いい感じ。うん。はい、いかがでしょうか。刈り終わりました。はい、見てください。はい。いかがでしょうか。うん。刈る前と比べると、ほら、かなりさっぱりしてますよね。うん。まあ、ちょっとまだ、うん、ちょっと甘いなっていうところは、こう引っ張ったりとかして、ここに。もうちょっと刈る、うん、あとひげ白髪とかなんか気になったんで、ここ刈るな、刈る、刈る、おい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 、こんな感じ、ちょっと気になったらもうちょっと刈る、はい、眉毛はいかがだ、うん、ほら、うん、ちょっとこういうとこ、ちょっと甘いな爪がっていうところはこうやって、ほら、さらにこういうとこ、ほら、こうやってこういうとこ、こうやって、これこれで毛流れに逆らう、俺俺俺俺俺、こんな感じ、ほら、はい、で反対もよく見て、こんな感じ、ほらほら、毛流れに逆らう、こんな感じ、おり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 、こんな感じ、ほらこんな感じ、はい、いかがでしょうか、うん、できました。こうやって、細かいところは毛流れに逆らってグリグリグリと、はい、引っ張って毛流れに逆らうとより枯れます。はい、いかがでしょうか。ほら、よく見てください。うん、眉毛や、はい、眉毛もちょっと刈りました。こんな感じ、結構枯れた。はい、これ 0.8 ミリです。ちなみに 0.8 ミリ、あ、こういうとこも、はい、OK、はい、これ 0.8 ミリです。はい、こんな感じ。うん。左右でよく、ほら、このぐらい枯れてる。はい、0.8 ミリ。結構さっぱりします。はい。いい感じじゃないですか、ほら。うん。いかがでしょうか。遠くから見ても、こんな感じ。はい。ありがとうございます。はい。まあ、バリカンだけで、0.8 ミリ。で、上下、はい、上下、左右。はい。で、細かいところは、ちょっと引っ張って毛流れに逆らうように。買っていってもらうと、綺麗にこうやって、はい、さっぱりしますよ。ほら、眉毛もピュッとするし、髭もちょっとこうヒュッとする、はい、ですので、はい、バリカンを使ってこんな感じに整えてあげると清潔感も出ますんで、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイイエーイ、ありがとうございます。ぜひですね、はい、眉毛、ほら、バリカンだけですよ。はい。
で、0.8 ミリに設定してます。はい。髭。うん。髭もこんな感じ。いかがでしょうか？はい。これも 0.8 ミリです。はい。この辺とかちょっと爪甘きはこうやってね、調整。はい。ちょっと爪が甘いところは調整。はい。いかがでしょうか？うん。いい感じ。はい。いかがでしょうか？眉毛もちょっと甘いんだよな。ちょっとすいません。眉毛もうちょっと甘い。ここ。こうやって。こうやって気になったら、ちょっとこうやって、おりゃおりゃおりゃってこうやって、はい、何度も上下左右、そしてちょっと引っ張りながら、はい、刈ってあげると、綺麗に刈れます。うん。こんな感じ。はい、ありがとうございます。綺麗に刈れました。はい。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、はい、参考にこんな感じです。はい、参考にしてみてください。はい、こんな感じ。はい、髭もちょっと白髪気になるけど、眉毛もだいぶさっぱり。あら、ね、こんな感じ。はい、ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。イエーイ！ありがとうございます。イエーイのイエーイ！はい、よく見てね。うん、こうやって参考に、ほら、こんな感じだから。はい、参考にしてね。はい、0.8 ミリのバリカンで上下左右ガンガン刈るだけです。はい、ありがとうございます。じゃあ、やるよい。